ミスタイムさん、おはようございます。今回ね、ガチンコマッチョクラブの皆さん、あの電気メーターの話ちょっと出てきませんでした。まあ見てない方はまだね、マスターのミスタイムさんの動画を動画概要欄につけておきますのでご覧いただきたいんですけども、債権者から逃れるためにまあボロアパートに住んでいたっていう話がありましたけど、本当にね、全てを管理された暮らしってここまで行くんですよ。電気メーターが急速に上がるのを見てチェックして、お前電気代余計に使ってんじゃねえだろうなみたいな感じになるんですよ。だから DVD を見ようと思ってもコンセントをつなぐことができないんですよね。場合によってはコンセントプラグの穴が塞がれてる、そんなねタコ部屋もあるんですよ。だから携帯の充電も録音できないんですよね。携帯充電するときは願いますとか言って刑務所みたいにお願いして充電させてもらうみたいなことがあるんですよ。でその際当然ですけども、携帯電話の履歴はチェックされたりとか、撮影した画像とかも見られたりとかするんですよ。こういう暮らしなんですよ、借金から逃げる暮らしってね、ミスタイムさんね。でミスタイムさんはその中でも矢沢永吉さんのロックンロールをね見るために、DVD をね確保して屋根裏部屋に隠してこっそり見てモチベーションを高めていたっていうことがあります。本当にね、成り上がるっていうのはこういうことなんですよ。で矢沢永吉さんも大きな借金、確かね30億円以上の借金を騙されて抱えたことがあったんじゃないかなと思うんですよ。でもその時に矢沢永吉さんはへこまなかった、俺は行くぜみたいな感じで結局借金完済して今に至るわけなんですよね。まあ還暦を記念したビデオ、すごいパワーだったですね。矢沢永吉さんは私たちにたくさんのことをね、その身をもって教えてくれます。すごいなと思いますね。でミスター M さん、私たちは40代です。矢沢永吉さんが一つ金字塔を打ち立てた60歳還暦の時までにもう20年もないですね、お互いね。でこの20年もない時間の中で私たちは還暦にどんなものが残せるかなと、それを目指すような日々になってるんじゃないかなと思います。私も同じ気持ちです。さあガチンコマッチョクラブ、これからのね新しい展開でやっていきましょう。